さてと、巨石パークがお休みということで、ここ鹿島の有徳稲荷神社に来ました。すでに日がとっぷりと暮れてしまいまして、本当は取材どころではない感じですけど、まがたま作りで、まがたま作りすぎという。1時間もかかると思わなかったですね。1時間半かかりました。はい。ということで、ここはね、日本三大稲荷の一つということなんですけども、今日は1月3日なので、たくさんの人が出ておりました。僕も初めて実はここは来ました。あまりね、こう佐賀のこういうところまで、神社を回るということは普段ありませんので、ということでございまして、今日はたくさんの人出がある中、ちゃんとしたレポートはできないかもしれませんが、一応撮っておこうということです。本宮の近くまで来ました。これ人が多いですね今日は。さあ、ちょっと歩いてこのまま中に入りましょう。本当だったら、ここで手を洗って入らなきゃいけませんね。さて、奥の方に見えているのが、すごいですね。この暗い時間帯もなかなかいいですね。ということで、この角度いいですね。夜いいね、以外。境内の方に入ってまいりました。人多いですね、やっぱりね。こんな人気なんだ。神事が行われているようですね。はい、じゃあちょっと上に登ってみましょうかね。そう。なんか旅行に来たって気がします。はい、上の方まで上がってきました。上からの眺めはなかなか綺麗ですね。さて、上の方、さらに奥の院があるというので上がってきました。まだ、あとまだ100メーター以上かな、あるのかな。途中途中いろんな祠といいますかがありますね。さて、奥の院まで到着しました。結構な距離でした。さて、降りている途中ですけど、ここは上りよりも下りが危ないですね。夜登られる方は気をつけてください。まだですよ。はい、はい、下ってください。はい、ということで戻ってきました。奥の院まで行ってしまったので、
結構時間かかりましたね。どうでした？登山です。あ、正月から修行でした。近づかなくていいから私がガクガクしますちょっとこれ夜は結構危ないですね。危ないですね。これ雨とか降ってたら死者が出ます軽い感じで行ったんですけど、結構ちゃんと気持ちを整えていったがいいですね。しかもピンヒールで登ってる人がいてびっくりします。はい、ということです。多少人も少なくはなったかな。あんま変わんないかな。はい、ということで、ゆうとく稲荷神社でございました。良かったです。はい、うん、はい。